黙示録曰く、五度太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証し。御使いは闇の高鳴り、世界に暗黒の時代を呼ぶものなり。取り憑かれてるんだよ俺は、悪霊に。あんた名前は？ガッツ。これが黒い剣士、間違いない。このマガマガしさ、黙示録に記されし。無駄だよ、逃げられない。自分の命さえ自由にできないのなら死んじまえってな。俺にはどうしてもたどり着かなきゃいけない奴がいる。邪魔する奴らがどんな目に遭うと知ったこっちゃねえ。昔戦場でそっくり同じこと言ってた貴族が、女子供ごと町一つ丸焼きにしたぜ。俺が言ってんのはそんな中身すっからかんの置物みてえな、クソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。ベルセルク、怪物と戦う者は自らも怪物とならぬよう心せよ。